シリーズ20回目の区切りとなる今回はリベンジ対決サクサクセス、過去一度戦ったことのある柳田悠岐と再び対決していきます。能力はこのようになっていて前回対決時と変化はないです。だからこそ対決するんですよ。なぜならこの男、まあおそらく今後アップデートが近いうちあると思うんですけど、そのアップデートで間違いなく強くなるからね、2020年の成績を考えたら。だからそのアップデートする前に今の柳田を倒しておかないと、次またアップデートを重ねて強くなった時対決する予定ですけどね。今のギータも倒せないようなやつが次強くなるギータを倒せるかって言ったらノーでしょ。シリーズの5回目に対決してみるも、もうこれだけの成績に差がある、もうギータに負けたというか、まず俺がクソみたいな選手を作って自分に負けた、なんならサクサクセスに負けたっていうのが正しいかな。まあ、惨敗を喫したわけだからこそ今回あの分の敗北を取り返すために再び対決機会を設けてやるわけだ。ちなみに対決方法に関しては前回とは違い、いつも通りシンプルに両選手をペナントで1回ずつ回して単年の打撃成績守備、また獲得タイトル今回多分多くなると思うんでね、その辺を1人の視聴者の方に審査していただき勝敗を決めていただくといういつも通りの対決方法です。で、選手を作る際もちろん球団設定はソフトバンクで、そしてもちろんのごとく天才カード持ち込みます。これだけしてはもう対決する権利が俺に与えられないからね。これ持って初めてギータと対決できる権利を持つことになるので、だからこれともう1枚は今作からの新カード、世界旅行カード、この2枚を組み合わせることによってとんでもない怪物が出来上がるかもしれないので、この2枚を持ち込んでギータを超える最強選手を作り前回のリベンジを果たす。レッツリベンジサクサクセス。ステージ1はまず初期能力は何、パワーは D の50とそこは高いけど、できればミートも高いスタートであってほしかったな。ギータはとにかくミート、パワー、その辺がやばく、弾道もやばく、特殊能力もやばい。まずは打撃なくしてはどうしようもないんでね、パワーだけある選手がギータ勝てるほどあんまないからね。まあでもこういうスタートです。とりあえずパワー D の50、そこに喜び驚き、そして強くしていこう。いきなり宝箱もあるしね。ただね、これいつものようにステージ1で体力消耗しとったらこの後来る世界旅行がちょっと満喫できないから、世界旅行のためにあまりステージ1と2に関しては体力使わないようにしましょう。世界旅行は第3か第4どちらかで必ず来るんでね、カードを持っていたら、落とさなければ大事なんでね、ちょっと言いましたけど大事なんで、落とすわけないと思ってますけど、あ、体力回復、まあステージ1のうちはね別にハテナ踏んでも悪いこと起こらへんし、どうしようかな、まだいようかな、うん、できることはたくさんありそうな感じする。守備に関してもね、ギータがそんな言うほどない分そこで差をつけていくとか、もうとにかく全てにおいて俺は勝ちたいんだよね。宝箱も出現、いいじゃない。中身は守備力超人で、よっしゃ、守備だいぶ低いスタートやったけどね。オッケー、あー、なんだ、吠えるな、犬が吠えとる吠えるな、なんだよこいつ、なんで吠えてんの、寝ながら吠えてるんだけど、ちょっと怖いわ、集中できねえ、ちょっと耳障りかもしれへんけど、しばらくちょっと我慢してください視聴者の方。次ステージ2では選手が2人、長谷川とあとシュート、いやいいですね、やっぱソフトバンクの選手はみんな特殊の能力持ちが多いので、だからそれにあって世界旅行前に日本人選手にね、いろいろともらう、そして助っ人選手にももらう、全てにもらう、かっさらう、走塁し、盗塁系の特殊能力は欲しいよね。ギータその辺もあるから、まあ、そこはなかなか都合よくね、あと積極盗塁とかね、その辺もまた都合よく手に入れることは難しい。赤が青になる、体力回復してゴール近辺の青パネルを踏んで、この後来るである世界旅行に備えておこうか。これで終わり、だいぶ体力がある状況やからね。来いステージ3、あ、これ来たわ、ステージが広い、世界旅行ステージ発生でございます。さあ選手に関しては全ては助っ人選手、あとパワープロオリジナルキャラクターで、一人はねハンガード、バンカードっていうのがいるわ、なんやねんそいつ。まあでもあっておこう。まずは宝箱、中身はミート超人伝、よし、で弾道パネルないのか、弾道は世界旅行だったらあると思ったんだけどな、ないか。これね B のワープを組んで、これもうまく利用していかないとね。で、B の付近に戦士がいるからバンガードに会って、すげえごついおっさんやな。うん、あなたあの候補生ですね。私も応援してます。誰やねん、こいつ。やべえ顔。特殊能力、大した B、ありがたい。一気に B か。普通 C からなんやけどね。助かるわ。で、まだ終わりにしたくない。ちょっと次から次と戦士出てきて。なんか少なくない今回。もっと出てくるものよ、みんな。なんで出てこないの？赤消滅、助かるわ。カモン。え、なんで降りてけへんねん。カモン。
飛行機、何今なんか台風かなんか来て飛行機運行してないの？としか思えないほど来てないんだけど。これワープパネル A あるんだけど、踏んだらだいぶ遠くになるからな、踏むメリットないな、踏まずに。ちょっと待って、なんで来ねえの？マジな話、世界旅行感ゼロ、誰も来てくれないから。ヴァンガードにしか会ってないや、あのごつい顔のおっさんにね。あ、ようやく来た、遅いよ感覚が。すぐ来るもんなんやけどね。無地パネルが輝き出したので、またいろんな選択肢が増えるわな。弾道パネルもある、よっしゃ。わーで選手来たよ。あれはエミリーだっけ、オリジナルキャラやな。あーちょっと会いたい。次から次へと急やなやっぱなんか運行してなかったんやね。ちょっと待って、選手に会いたいのになんか妙なズレがあるぞ。次から次へと来てるんだから。弾道は3になった。一回おにぎり踏んで、そして選手に会って、これはあ、エミリーやね。総力、あと、おお、対左や、よっしゃ、ゲット。これは対左の打率がかなり高くなりそうやな。あとはビシエド、お前も逃げるな。巨人の助っ人が来た、あれはパーラやな。カモン、ビシエドは片目打ちを、おっしゃ、これいいよいいよいいよ。ギータに勝つための必要な特殊能力持ってる今。ああ容体感か、パーラじゃねえわ。ただ体力的なこと考えたらもう終わらないとな、さすがに。もっと世界旅行満喫したかったわ。言うほどあの来てくれなかった時間があったから、あれが惜しいね。まあでも確実能力は上げれたし、特殊能力もつけれたので、だからといってここで終わりじゃないぞ。何がお前ギータに勝ってる、今んとこギータに勝ってる部分なんて何一つとしてない。対左の強さくらいじゃないかな、勝ってる点を上げるのであれば。まだまだ必要や、だからこれから上げていこう。まずは弾道4にしたい。弾道パネルあるね、よし。じゃあまずは弾道4にして選手に会って、でパワーも上げて、やりたいこと全部やって、夢だけ叶えて終わってみたいな。パワー調子いいね、よーし、いいよいいよいいよ。これミートはもうギータに近いものあるから、あとはパワーさえギータと並びや超えて、それでいて特殊能力を手に入れたら確実やな。このステージに関してはね、名残惜しいけども、これでさよならバイバイ告げて次行こう。でステージ5、最終ステージに俺は全てをかける。いろんな選手がいてくれてると思うしね。さあ来い来い来い。まずステージ5には、あ、博士いる。いや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 、これでもね、ちょっと待てよちょっと待てよ。これさ、俺的には博士の手術はやらない方がいいと思っている。だから別の方向から行こうと思ったら、なんとこっちにマイナスおにぎりパネルがあるというね。まあ、体力がある状況なんで、踏んだとしてもね生き残れるし、その後すぐおにぎりパネルがあるから、そこで回復したらいいはいいんだけど、ただなんでこのタイミングでここにあんのかな。な、やれってこと？手術受けろってこと？でもお前失敗してみ、その時点で負け確定やねん。今のこのまんまの能力でいけば勝てる可能性が十分にあるんだからね。まだあと宝箱も残ってるし。いや、リスクを考えたらちょっといらんでしょう。して栄光したら、そら勝つ確率がぐんと2倍3倍で膨れ上がるけど、お前失敗したら確実に負けだよ。そんな2分の1の賭けに俺は乗れない。申し訳ないけど、ここはやらないよ。こっちから行く。うわー、体力8えげつなく下げてくるな。じゃあその分8以上回復するんよね、ここで。あ、よかった、9回復したね、よかったよかった。でまずは宝箱取って、中身はなんだ。カレンの登場。うわー、近い。ちょっと待てよ、中身は肩力超人で、いや近いからこそはめるチャンスでもあるっちゃあるんだけどな。選手に会って、お前は過去に俺が作った選手、パワーはいいね。あとはもうこれさ、あとはさ、一回シャッフル踏んで、博士はもうどうでもいいですよ。で、シャッフル踏んで、近くに来る青パネルだけ踏んで終わるでいいでしょ。あ、選手いる。あ、ワンだ、ワン。こっちか。よーし、いいぞ。ワンに出会って、肩力アップ、S の95。残す体力は4。1、2、3、4。もうこれで、十分じゃないっすかね。終わりです。両選手をペナントルマッサイの起用法は、打順3番の中堅士フル出場起用。こちらソフトバンクのデフォルトオーダーで、柳田に関してもデフォルトの起用法なので、両選手はこれでペナントを1回ずつ回して、その中どっちがいい数字を残すのか。で今回はね、先に対戦相手のギータからペナントで回していこうと思う。まあ能力を見る限り間違いなくヤバめな数字を残してくるが、ただそのヤバいにも度合いがあるからね。ヤバいヤバいヤバいな数字を残してきたらヤバいけど、まあでもただのヤバいであればそこまでヤバくない。なんかヤバいヤバいうるさいけどね。まあ対戦相手としてはそこまでのヤバさはない数字を残してくれることを願ってる俺がいる。どうなるかは回してみれば全てわかることなので、これから回しましょう。まずは先行ギータのシーズンが終了。個人の成績を見る前にチームの成績から見ていくと、オープン
なんとソフトバンクは最下位です。80敗して勝率4割2分はオリックスと並んでるんですけど、ただこれ記録ね、対戦表で直接対決でオリックス負けてる分もあるから、だからここでの順位表は最下位という扱いなんですよね。あのソフトバンクは最下位でオリックス以下、これはねソフトバンクファンではなくてオリックスファンが一番戸惑ってると思うよ。そこは俺たちの定位置なのにってね。でもこういうことがあったんだ。まあ、今作なんか本当ね順位がねいろいろと変わるんすよ。1のチームは急に B クラスになったりとかね、場合によっては今回のように最下位になったりとかする、まあ、もしかしたらギータの成績が足りないからこういうことになってるのかもしれへんけどもね。チームの投手成績はチーム防御率 4.03 はオリックスに次ぐワースト2番目、また基本塁打奪三振吉球はワーストやな。甲斐というキャッチャーがいてこれか、もしかしたら甲斐が原因なのかもね。打つ方ではチーム打率もソフトバンクらしくない2割3分8厘と低い。ホームランは155本打ってるのでリーグ2番目の記録ではあるけども、まあただ物足りないよね。得点数もまた失点守る部分もね。全てにおいてソフトバンクらしさはなく、最下位なソフトバンクがそこにいて、そしてそんな最下位なソフトバンクでギータはどんな成績なのか。オープン。打率3割0分5厘、チームが低迷しようともこの男は当たり前のように3割を打ってくる。なるほどね、納得ね。だってギータだものね。まあでも打率に関してはまあ予想できる範囲内ですよ。やばいやばいやばいを3つ積み重ねるほどすごい打率でもない。ギータにしては普通と言っておこう。試合は136試合フル出場ではない中ので521打数の159安打、2塁打29本、3塁打4本、注目の本塁打何本、28本と、まあこれに対してもね、機械に対しての28はギータにしては少ないという印象。塁打数は280塁打、打点も77打点と打点少ないな。得点圏打率2割8分3厘、得点圏機械106打数の30安打。他のバッターがこれだけの機械やってギータが露骨に得点圏打数が少ないということを考えたら、おそらく勝負を避けられてる申告敬遠やね。まあ正しいでしょうね。こんな打線相手だったらね、ギータを避けてそれを他を抑える、実際抑えられてるしね。得点86、三振104個、フォアボールは79個。あれでも言うほどやな、てっきりこの辺もっと100個とか言ってんのかなと思ったら全然やん。フォアボールは3つ、ギラ0、ギヒ3、併殺6個、盗塁は30個なのでホームランがあと2本あればトリプルスリー達成、しかしそこはセーフ。あぶねえ、これトリプルスリー自身2度目の達成ってなったら、やっぱそういうトリプルスリー達成した価値博ってものがつくからね、審査員により選ばれやすくなっていたんですが、あと2本足りないことによってトリプルスリーではない。で出塁率は3割9分8厘、長打率5割3分7厘、 OPS は9割3分5でチームトップを記録している。守備は失策が年間4個で守備率9割6分5なのでいいとは言えへんかな。またチーム全体の打撃成績もちょっとおまけ程度で見ていくと OPS で並べるとこんな感じ。バレンティね、インスタでなんか愚痴ってましたけど、どうでしょうかね。ソフトバンクファンの皆様はこれで納得できますか。年俸5億とかもらってるんじゃない、2年総額10億だったよね。ということを考えたら物足りなさすぎるでしょう。かつてのねシーズン本塁打記録保持者は今もですけどね、これを期待してソフトバンクは取ったわけではないが、まあリアルバレンティと比較したらまだやってるわな。で松田もなんか数字としては物足りないな。でこの下上林も OPS7 割切ってるからね。いやなんでソフトバンクが弱いかというと、今のデフォルトのオーダーがやっぱアップデート入ってないからね。例えばこの栗原とかもっと強いはずなんだけど今まだこんな感じだし、まあ、その他の選手もそうだよね。グラシアルとかデスパイネとかほら開幕戦いなかったから、そこも再現されてるからこそあの2人を使ってないからこういうことになっとんねん。グラシアルデスパイネいたらもっと勝率高くなる、オリックスの下に行くことはまずないんだからね。だから本気のソフトバンクではないんだよ今のソフトバンクは。ただそういうチーム状況の中、どっちの方がいい成績を残すのかというのが今回の一つの対決のテーマですから、ギータはこんな感じで、まあでもギータにしてはちょっとしょぼさを感じたけどもね。各指標のリーグランキングを確認していくと、全体規定打席到達がパリが多いよ、42人いる中、打率に関しては中村武也の下ですねのリーグ2番目。なんでここに来てオタクが首位打者を取るのか謎でしかないけど、まあ中村武也おかわりくんだからといえばなんか納得してしまう俺もいるね。安打数に関しては全体のリーグ2番目。うわー、あとちょっとでタイトル逃してるパターンか。1本差だもんね。
本塁打に関しても全体の5番目でギータじゃないブラッシュがリーグトップで38本なんで、まあこれに関してはかすってもないね。上には上がいる。打点に関しては109打点のブラッシュで2冠王か。リアルと違って活躍してんな。まあこれはまだ2019年モデルのブラッシュだからね。今後のアップデートで確実に能力は下がる。打点に関しては全体の9番目となっている。打撃主要3部門でのタイトルは何もなかったね。フォアボールに関しては全体4番目、そして盗塁数は全体の4番目、トップは41個の西川春樹。そして出塁率全体3番目、長打率は全体の3番目、また OPS に関しても全体の3番目といいとこにはつけてるんですけど、いつものギーターであればリーグトップの数字を残してきてるんですよね。各指標において、特にこの OPS に関してはリアルと同じく、もう規定打席到達したらリーグトップに立つ、そういう選手なんやけど、ただこういう数字になって各指標のリーグランキングでもトップ1になったものは何もないということを考えたら、やっぱ本来のギーターの魅力っていうのがあんまり出てない。10段階で例えたらどうだろうな、5とか半分の力も出せてないくらいなのかな。こちらとしてはそれがまたありがたいんですけどね。各指標の確認を終えて最後にタイトルの確認ですね。個人タイトル取れるとしたらベストナインかゴールデングラブ。 MVP はこういうチーム状況なんであるわけないだろう。ベストナインは、まあ、そこはね受賞ですわ。上林も受賞。あれさっき数字確認したけど OPS そんな高なかったよな。7割下回っとったの、なんで？もう意味がわからん。最下位のチームからそもそも MVP じゃないベスト9を選ぶ必要そんなないのね。それでいて上林、後ほどまたちょっと言及していくわ。ゴールデングラブに関しては上林、ここでも上林かい。なんかやたらと名前見るな。ギータの名前はなく、個人タイトルに関してもやはり取れたのはベスト9のみですね。で上林の話に戻ると、ほら見て、143試合に出場して打率2割4分4厘23ホーマー68打点と、23本打ってることには驚きやけども、 OPS は6割9分9で7割を下回っている。そんな選手がベストでないんで、またこのチーム状況最下位の中でベストでないんでって言われてもピンとこんけどね。例えば別のねチーム見ていくと、例えばねこの島内とか OPS で見るとこっちの方が高い、まあ、本塁打とかの差があるからね。あとはね西川春樹とかもいる、盗塁王なんでこっち選んでもいいような気がするしね。あといつもなら吉田正尚選ばれるんですけど、どうやらなんか吉田正尚怪我してないよね。142試合出て打点36打点15本は36打点、何それ今なんか一瞬時が飛んだ、何それ、すごくない？めっちゃレアな記録残しとるよ。392打数の102安打で15ホーマーの36打点、まあ142試合出てるんですけど、機会はいつもよりはるかに少ないよ。規定打席も結構ギリギリ。いやとはいえど本塁打に対しての打点少なすぎ。機会も別にあるのね、本塁打も打ってるんだけど、何なんでしょうか。めっちゃレアな数字残しとるね、なかなか見ることのない、まあ、こういう吉田がいたからこの上林ベストナインのチャンスが回ってきて取ったってことか。いやいいな、こんなレベルの低いパリーグであれば俺の作った選手ならば全てをかっさらって全てを奪い取ってもそのままメジャーに行きそうな感じするけどね。ギータさんに関しては正直数字的にメジャーに行けないというか、まあこれなら日本に残っておいた方がいいんじゃない。やっぱリアルなギータと比較してもね全然物足りなさも感じるので、まあ、全ての数字を確認し終えた今俺の頬が緩んでるってことはそういうことでしょうね、この先結果としてそれがわかるから。次、高校のサクサク20をこれから1シーズン限定でペナントで回していきますが、ただやはり頬は緩んでしまう。だってこんな能力の選手を作って、そしてギータがあの成績であれば、あかん、ニヤニヤが止まらないんだけど、ただどうなるか回してみないと何度も言うがわからない。前回の動画、俺の作った選手はいい意味で期待を裏切った数字を残してくれた。しかし今回は悪い意味での裏切られがあるかもしれない。どっちに転ぶかは本当143試合のペナントレース、誰にも予想できないことなので、まだ安心するには早いですよ。作った選手が確かにいい成績を残してくれる、そのことを願いながらこれからオートで143試合回していきましょう。おい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 、いきなりチームに差が出てるやんけ。片やリーグ1位になっちゃったよ。87勝勝率6割1分3。俺の選手がそこにいるか、ギータがそこにいるかしか差はない。もちろんペナントごとの数字は分かれるからさ、まあ、さっきは最下位だった分、揺り戻しでこうなったという解釈もできるが、しかしそれだけでそうなるかな。
こうはならへんでしょ。例えばオリックス見てよ、さっきと同じく5位やからね、これは変わってないんですよ。でもソフトバンクが劇的に変わったその理由はギータじゃなく俺がそこにいるからじゃないかな。あかん、頬のにやけがさらに止まらなくなってきた。もう笑いながらこれからの数字確認していきましょうかね。一応チームの投手成績など見ていくと、まあ、この辺はあまり変化がないかな。ワーストの部分が減ってるか。打つ方は明確にチーム打率が2割6分1厘706得点で安打1297、安打で本塁打187、ギタ盗塁数はワーストも単純に破壊力がある、打てる、ホームラン打てる、安打も打てる、全部できる、うん、だからこんな得点になれる、だからチームも1位になれる。あー、わかりました。じゃあ続けて本命の個人成績、チームの成績には興奮させていただきましたけど、個人がダメなら全てがパー、水のアワーやからね、そうなることのないように期待して信頼して、もう出てる数字をただ見守っていきます。個人成績オフ、打率3割1分6厘、いや驚きはないやろ。お前ギータと同じほどのミート能力があるんやから、そりゃ3割1分6厘残すわな。ギータだってもちろんペラント回せばこういう数字は残してくる。さっきはそうじゃなかったけどね。142試合、試合数もギータよりも多い。570打数の180安打、2塁打29本、3塁打0本、本塁打何本、33本で、その下の松田が42本で、バレンティも42本で、え、何かしらこれ。違うよ、違うよ。俺の選手がそういう記録するのであればわかるけど、え、なんでお前らが、なんでさっきそんな言うほどだったよね、バレンティも松田もね。松田なんかもう引退一歩手前くらいまで行っとったで。なんでこれで分かったやん。チームが強い理由。俺がおるからちゃうわ。この二人がおるから、松田が復活し、バレンティもかつての力を取り戻し、年俸に見合う活躍をしたから。ただその二つだけですね。これではっきりとしました。これ別にギータでも俺でも関係あらへんわ。この二人がおったら、そらこうなるからね。相変わらずこの辺はね、全然打ってないですけど、この辺はもう本当打ってないですけど、でもここがね、あ、そう、42本打てる松田がいる理由は後で探ろう。今いいや。塁打数は308塁打。打点88打点、得点圏打率3割1分5厘、得点圏機会もそれなりにはあるけど100打点いかずか。得点113得点、三振96個、フォアボール69個でデッドボールは3つ、ギダ0、ギヒ0、併殺10個、盗塁はたった7個で成功率は7割、率では勝ってるが数では段違い。おいおいおい、ホームランがあれで打率もそんな言うほど差がないの、盗塁で差がある。なんか嫌な予感がするね。そして出塁率は3割9分3厘、長打率5割4分、OPS は9割3分3厘だ。あれ、さほど OPS 差がなくねえかな。思ってた世界と違う。なんでやろう、なんでやろう、なんでや、なんでやろう。わかりますね。でも出た成績が全てで答えて、真実で、真理で、ああ、そういうことなんで、こういうことです。守備に関しては年間失策が3つ、補給能力は D の55、まあでも能力を考えたらこれくらいのエラー数になっても不思議じゃないな。守備率は9割7分5、これではどうだろうかな。まあ年間の補殺とか視察でゴールデングラブ取った取らないかが決まるんで、あとはもうそこの確認をするだけかな。守備率では分かんない。で、松田の話に戻りましょうよ。 OPS では9割6分3で俺の選手以上か。で、打率3割打ってるしね。ただ42本打つだけならもうなんか引退一歩手前のなんかカジバのバカ力というか追い詰められたからね。42本打つことは納得やけど、3割0分1厘という打率を記録した上で、その他の数字もいいというね、チーム最高 OPS を記録している。メジャー行った方がいいんじゃないですかね。一時期なんかメジャーに行く言うてて結局行かへんかったけど、この松田と鳥谷はね。結局行かなかったことは正解と世間一般は納得してるよ。リアルな松田を見てたらね、やっぱ衰えとかもあったし、ただこの松田であればね、ここで復活した松田であれば、いて、今なんか日本人メジャーリーガー悲しいことになっとるからね、全体的に大谷も打たへんし、秋山筒香もそんなでもないしね、いろいろと期待外れで終わっとる中、松田に行ってほしいなと思う。俺がここにいる松田だけがすごい回になってないか。俺は松田と対決してるわけではなければ、松田に注目したわけではないんだけどね、全部目線はこいつに集まってるよね。マジか、これ各指標松田無双じゃないかな。いろいろと確認していくわ、パリーグのランキングを。まず打率は3割2分4厘で首位打者じゃないことがもはや確定した。さっき打ってなかったやんけ吉田、さっきがあかんかったんよね、なんかようわからんくらいに。全体42人の規定打席到達の中、ワースト1割9分8の牧原でこんなやつを使う工藤はあかんやろ。143試合こっち出とるからね、恐ろしいわ。
山田取れよお前全力で、取らんと優勝ないぞ、したけどなこんな二塁手抱えながらね、山田いたらお前リーグ100勝できるわシーズンね。打率トップは吉田で、俺の選手はリーグ2番目という、あとちょっと頑張れば吉田がいなければ首位打者タイトルで箔をつけてという展開があったんだけどね。本塁打の勝ちは47本で山川がトップ、バレンティン松田もすごいけどその上がいるパリーグはもっと恐ろしいね。ホームラン勝ちは全体5番目、打点に関しては全体9番目なので、全ての打撃指標3部門の指標はトップ10入りはできてるが、これまた1位がないねんな、全て絶妙にタイトル取れてない。あ、でも最短だはどうだろうな、そこの確認してないんですけど、あ、よかった、最短打は受賞できたので、まあ最短打ってぶっちゃけ主要タイトルの中で一番そんなに価値がないというか、誰にでも取るチャンスがあるからね、一番上位打線であれば、まあ、正直あんまりなんだけど、まあまあ取ったこと自体はいいでしょうね。盗塁数は37個で西川と源田が並んで、また成功率も並んで、そんな仲の良さいらねえわ。あ、俺の選手サクサク20は、あとここですね、松田と並んでのリーグ31番目、並んじゃあかんのやけどね、なんか並んできたこのおっさん、盗塁もできんのかい、それにてホームランも打てる、隙がねえよ。出塁率に関しては全体の3番目、長打率に関しては全体の5番目、 OPS は全体の4番目となっている。先ほど打ってなかった選手がここに来て数字を上げてきた、吉田正尚何を思い出したんだ、さっきと同じくチームは5位だぞ、例えばチームの順位が上がってモチベーションが上がったみたいなのであれば、お前の個人の数字が上がるのも納得やけど、そうやないやん、いつだって5位か6位な、そんなチーム状況の中こんな数字を残せる吉田はすげえよ、ただただリスペクト。例えば俺の選手がオリックスにいたらオリックスショックに染まってこんな数字は残せなかったはず、あかん、なんかオリックスディスが止まらへんからここまでにしとくわ。まあ、とにかく、うん、さっき言ってなかった選手たちに全部阻止されたので、取れたタイトルは最多安打プラスベスト9、また MVP、 いやーでもないか、バレンティン松田の方選ばれるよな多分ね。見ていこう、ベスト9はまあまあ受賞ですよね、ここは。そしてゴールデングラブは取れず、個人タイトル、あー MVP は松田、そう納得ですよ、もう世界一熱かった男がこのペナントにいて全部話題をかっさらっていったんでね。その他個人タイトル最多安打のみ、あ、こう見たら松田って何も取ってないのか、あ、そうだよね、本塁打王、打点王も山川がいたので MVP とかは取ったけど、残した数字に対して本塁打王とか打点王取れなかったのは正直かわいそうではあるね。俺ばっかなんか憂いてましたけどね、タイトル取れなかった、うわ残念だ、世界で一番恵まれてないとか言ってたけどいやいや松田の方が恵まれてないわな、こう見たら。最多安打とベストナイン取れただけマシなのかな。これが両者がペナントで記録した個人成績、獲得タイトル、またチームの順位ですね。画面の情報量はやや多いが、あ、まあ、全てを見てくれ。そしてまず見てわかることというのは、純粋な打撃力っていうのはほぼトントンじゃないでしょうかね。出場機会の差があるので、まあ、本塁打とか打点とか数字に差は生まれてはいるけども、ただもう純粋な打撃力は間違いなくトントンと言ってもいいよ。ただそっから枝分かれしとんねん。例えばギータの場合は俺にない盗塁能力があって、盗塁数が30個、成功率の低さはちょっとは気になるが、まあ、しかし30個して僕の選手はたったの7盗塁のみと。ここだけ切り取ってみたらトントンな打撃能力プラスギータの盗塁数、ギータの勝ちじゃねって思われるかもしれないが、しかし俺にも俺で魅力はある。それやっぱギータが持ってないね、最多安打というタイトルを受賞したこと、まあ、正直打撃主要タイトルの中では一番価値が低いものかと思うんですけど、まあでもそれを取ってる、でギター持ってはいない。あとはチームの順位とかもそうよね、こっちが1位で相手は6位、まあそれはね40本打てる松田バレンティンがいるかいないかの違いでしかないよ、いない方は見事最下位やからね。まあでも一度きりの対決サクサクセスであれば、それもまたなんていうのかな、選手の実力というか、まあ、これは本来運で片付けられる部分ですよ。ペナントによって数字なんて変動するんやからね。ただ運も実力のうち1回限りであればね、うん、なのでやっぱりそこの部分を考慮したら俺の方がいいように思えるが、いやでも聞いたもん、いや俺も聞いたもん、俺もだ、あっちこちらも左右にその対決のなんか勝敗が動くというかブレるというか、もうナックルだよね、軌道はまるで。わかりません、うん、僕にはね、うん、だからもう審査していただく方に全ての責任をなすりつけて、俺はあとは待つだけにしたいと思います。今回はリベンジ対決サクサクセスとして柳田悠岐に再び挑んでみました。その結果審査員が選ぶのは俺か柳田か、リベンジ成功なるか。
リベンジ成功、審査員が選んだのは俺が作ったサクサク20でしたと喜びたいんですけど、ただ今回審査員の方からいただいたコメントが正直ちょっとなんかあれなんで、まずはそこから紹介していくわ。喜ぶその前にね、まずはこちら、成績を送った後に悩みますね、時間をくださいと。まあ、かなりやっぱ迷う対決になっているので、こういう返答がまず返ってくることにこちらも驚きはない。かなり迷われたと思います。そして迷った結果、お待たせしました。悩みましたけど、ピーマンさんが作成した選手の方が優れてると思い、ピーマンさんの勝ちです。以上、終わり。いや、その、どこが何が優れてるのかというものをちょっとコメントとしていただかないとわかんないんですけどね。このシリーズ審査員をもうかなり多くの方に務めてもらってます。そしてね、基本もう長文で、勝ち負けの理由をもうこちらを納得させてくれる感じで書いてくださる方が多いので、いつも助かってるんですけど、もちろん短文でもいいんですよ。短い文でこっちの方が優れてるから勝ちだというコメントもありがたいです。ただ、このコメントに関してはあまりにもちょっと抽象的すぎてふわふわしすぎね、どこが優れてるか、例えばもうシンプルに打率がいいからとかね、本塁打が多いからとか、もうそういうことでもいいんですけど、優れてると思いっていうのはどこのことを言っているのか。これね、勘違いしてほしくないのは、今この時間というのは審査をしてくださった方を責めてる時間でもなければディスってる時間でもないですからね。ただ一つ疑問として、どこが優れているのかというものを尋ねたい時間というか、本来尋ねたら済む話なんですよね、俺が。ただいつも僕、審査員の方とツイッターでやり取りするときは、こちらから成績を送って、そして審査員の、まあ、コメントをいただいて結果を聞いて、そしてすぐどうもありがとうございましたでやり取りが終わるんですよ。余計なやり取りを一切しないんですよね。というのもやっぱ余計なやり取りをすることによって変な情が生まれてくる。このシリーズというのは負ければ俺に対する罰が下るわけなのでね、ピーマンに情が移るとね、その審査員として審査していただく時に余計な感情っていうものが生まれてきてしまう。だから余計なことはせず、もう対決の勝敗だけ聞いて終わるんですけど、今回に関してはさすが迷いましたね。聞いてみようかどうかと、やり取りをしてみようかどうかと迷ったんですけど、まあ、ただこの方も迷った末に出した答えがこのコメントだったと思うんだよね。そのコメントの後に、いやいや、どこが優れてるんですかって聞くのは、あまりにもなんかちょっとさ、そこに愛がないというか、感情がないというかね、迷って出した答えがこれならこれなんだよ、これ以上の答えなんてないんだよ、ということで、まあ、一人納得して、まあ、今日を迎え、今この時間を迎えてるわけなんですけど、まあ、でもやっぱり何かしらの、どこが優れてるかという指摘があってくれたら、より動画内で紹介しやすくて、今この時間を設ける必要もなかったと思うんですけど、まあ、とにかく、審査してくださった方ありがとうございました。で、最後にはね、これからも応援していますという温かいコメントもいただいたので、ありがたく思います。そして、まあ、どこが優れてるのか最後まで分かんなかったですけども、俺を選んでいただいてありがとうございました。これでいいのか、このふわふわ感。まあ、でもこれでいいな、勝ったのは俺、リベンジ成功。これで一つ区切りとなる対決サクサクセス20回目を終えて、今画面に映ってる通り、20回目時点は借金は抱えてません。12勝8敗で4つの貯金を作っている。これが意味することというのは、10回目時点と同じく、ここでも借金を抱えていたら視聴者へのご褒美、ピーマンへの罰金が下るとこだったんですけども、今何もない、借金はない、それどころか貯金を作ってることによって視聴者へのご褒美がなくなり、そして俺も余計な出費をしなくて済んだ。その余計な出費がなくなったことによって、夜のおかずが1品2品と増えそうだね、欲しかったあれとかあれとかあるんでね、それを購入してちょっと夜な夜なやることが増えて、どうだろうかな、今日以降ピーマンの睡眠時間平均で1時間くらい減りそうやね。まあでも、いいと思います。夜な夜なやることをやりたいので、だから、まあ、20回目時点で借金を抱えることなく、罰金を支払うこともなかったので、ホッとしてます。最後に、今回戦い勝利した柳田悠岐の能力をもう一度確認していくと、こんな感じで、もう今も十分強いですよ。強いからこそ今回の対決っていうのが、まあ勝敗がかなりね、分かりづらくて、また審査員から出てくるコメントっていうのも分かりづらかったんだと思う。すべてはお前の能力が高いせい、そして今後のアップデートによって、もっともっと強くなる
になることが確定している柳田悠岐との対決はもちろん今回以降の後でもあります。てかこれからが本当の勝負ですよね。2020年のギータとは今のギータは言い難いんですよ。これはあくまでも2019年の前作モデル、これから先強くなった本当の2020のギータに勝ってこそ柳田に勝ったと胸を張って言えると思うので、また次の対決機会、いい選手を作っていい対決をして、また審査員の方を惑わして、思わずなんかちょっと抽象的なコメントも出てきてしまうような対決をお届けしていけたらなと思ってるんでね、だからこれから先も引き続き見ていただけると嬉しいです。次回は今日21回目、別の選手、これまで戦っていない選手と対決する予定なのでお楽しみに。グググググッバイ、またおう。